耳の構造、断面模式図音響外傷とは、強力な音波によって、内耳の下流が障害を受け難聴などが生じる、聴覚機構の損傷を受けることである。音響成長期障害とも呼ばれる。原因となって起こった音の聴取の過否に関する、敷値の上昇が、たとえ一部の周波数であっても、正常聴力と比べて21デシベル以上、上昇したまま回復しない状態のことを言う。 聴力低下は一般健康診断の 1kHz、4kHz を用いる選別聴力検査を行うことでスクリーニングされる。オージオメーターの霊講義の音響外傷は慢性気症状の慢性音響性聴期障害と急性気症状の急性音響性聴期障害に原因となる音の大きさと曝露時間によって発症様式が異なる。音への曝露時間により 二つに分けられる。瞬間的あるいは極めて短い時間。瞬間的に聴覚が障害される。かつては、騒音性突発難聴と呼ばれたこともある。コンサート難聴、ディスコ難聴、ヘッドホン難聴、数分から数時間程度の強大音暴露耳鳴り、聴力低下、稀にふらつきやめまい。産業医学ジャーナルボリューム38職域に生かす。 自備咽喉科の最新知識より、陰陽騒音環境下に滞在、就労する際は、聴力保護具や、防音保護具と呼ばれる耳栓や、イヤーマフなどの音を減弱させる装具を身につける。ヘッドホン難聴の場合は、小さな音量にする。有効な治療方法は確立されていない。軽度の急性音強性長期障害は、投薬治療により警戒することがある。ありがとうございます。